なんで、どうしてなのよ。ここ最近どう思ってもしっくりこない。ボリュームが足りてない？ いえ、量も形もバッチリのはず。なのに、なんでこんなにパッとしないのかしら。はぁ、寒寒。やっぱりお正月はこたつ。で、イプシロンだけ？他のみんなは？主様はご家族との所用ですって。アルファ様はデルタとどこかに行ったし、他のみんなも用事があるとかなんとか。ふーん、せっかくの正月なのにみんな忙しそうだね。ま、その分一人でこたつを堪能できるわけだけど。はぁ、この優しい暖かさ、幸せってこういうことだろうね。はぁ。で、イプシロンは何をため息ついてるわけ？お正月気分が台無しなんだけど。なんでもないわ。そう？よくわかんないけど、それならいいや。とりあえず、お汁粉でも食べて元気出したら？気分が落ち込んだ時は甘いものがいいって言うし、ついでに私の分もよろしく。まったく、自分が食べたいだけじゃないの。でも、そうね。私もお腹が空いてきたところだし、作りましょうか。お餅って変な食べ物。焼くとこんなに膨らんじゃって。そういえば、鏡餅をお汁粉にして食べた時、お餅をスライム代わりにしたらどうかって考えたっけ。結局うまくいかなかったけど。やっぱり並大抵のお餅じゃ理想とは程遠いわ。盛るならもっと柔らかくて張りがあって質感ももちっとした感じがいいよね。そうそう、もちっとしてプルッとして。で、ゼータ？こたつで丸くなってたはずじゃ。そろそろできる頃合いかなと思って。一応だけど、私のはちょっとぬるめでお願いね。さっき私の心読んでた？いやいや、そんなのできないって。主じゃあるまいし。そうよね、餅の話よね。うん、ほら、そろそろ餅もいい感じよ。おお、美味しそうに焼けてる。普通の餅でこれなんだから、伝説の餅は絶対美味しいよね。伝説の餅？知らない？心餅っていう餅の話。聞いたこともないけど、どこが伝説なのかしら。すっごく美味しいとか？まあ、美味しいんじゃない？柔らかさや伸び、もちもち感に張り、すべてにおいて完璧で美しいとか。それなら、まずいはずないでしょ、多分。柔らかさ、もちもち感に張り、それだわ！え？その餅ならスライムボディの参考になるかも。いえ、絶対役に立つわ。ゼータ、その心餅について詳しく教えて。どこに行けば手に入るの？イプシロンってそんなに食いしん坊だったっけ？食べるわけないでしょ。さあ、アリカ教えて。食べないなら何に使うんだ。悪いけど、私もはっきりとはわからないよ。断片的でもうろ覚えでもいいの。今はゼータだけが頼りなんだから。わかったわかった、別に秘密にしてるわけでもないし、必死に頼み込まなくても教えるよ。ゼータ、ありがとう。とは言っても、私も確実な情報を持ってるわけじゃない。心当たりがあるってだけだよ。構わないわ、教えて、その心当たりを。大伊勢神社、前にアルファ様たちが言っていた獣人の神社だ。大伊勢神社、ここに心持ちがあるのね。なんで私まで、しかも和服まで着せられて。だって
案内してもらわなきゃわからないもの。お参りのために綺麗な服も着れてちょうどいいじゃない。ちなみに私のはデザインもこだわってるの。白い椿の花言葉は完全なる美しさ、申し分ない魅力。これから完璧な魅力を手に入れる私にぴったりだと思わない？餅と魅力に何の関係があるの？それは秘密よ。ほらさっさと探しましょう。はいはい。なんか様子がおかしいな。ない、どこにもない。出店の餅も普通のやつだったね。伝説だしそう簡単には見つからないか。そもそもこんなところに伝説のお餅なんてあるのかしら。謎のアトラクションやマスコットばっかりで神社らしさのかけらもないんだけど。伝説のお餅があるかもしれない場所よ。もっとこう由緒正しい場所を想像するじゃない。私も初めて来た時は驚いたよ。まさか本当にアルファ様とバカ犬が言ってた通りの神社があるなんてね。話を聞いた時はバカ犬もついにここまでバカになったかとか思ったんだけど。うん、なんかバカにされてると思ったら。あれ、この声メス猫。なんでお前がここにいるのです。あとイプシロンも。二人とも奇遇ね。まさかこんな場所で会うなんて。アルファ様とデルタ、どうしてここに？大伊勢アスロンの様子を見に来たの。リニューアルされて大伊勢アスロン下位になったと聞いたらなんだか気になってきて。リニューアル？メス猫はそんなことも知らないのです。バカ犬はご存知なようで、ぜひ説明してくれると嬉しいな。アルファ様が何か言いたそうだからここは譲るのです。仕方ないわね。二人とも去年の大伊勢アスロンの話はしたわよね。はい、はちゃめちゃな大会だったと聞きましたが。そう、今年はそれに手を加えてさらに賑やかで楽しい内容になっているそうよ。それに合わせて優勝商品も鏡餅から心餅に変更になったとか。心餅？私参加します。会だろうが何だろうが優勝してみせますので。ええ、頑張ってちょうだい。ちなみに優勝商品以外も豪華らしいわ。はい、チラシ。どれどれ。へえ、なるほど。メス猫はこういうの関係ないのです。どうせ怖がって参加しないので。いや、私も出るけど。え、どうしてよ。ここに来るのもあんなに嫌々だったのに。それはそれ、これはこれってね。気が向いたから参加する、それでいいでしょ。もしかして探してるうちにゼータも心持ちが欲しくなったとか。だからって負けるわけにはいかないわ。相手が誰であれ心持ちは渡さないんだから。でバカ犬はどうするのかな。勝負せず逃げるのも一つの手だと思うけど。逃げるわけないのです。それならデルタも出る。ダメよ、あなたたちが一緒に参加なんてしたら会場がどうなるかわからないもの。だってさ、これは私の不戦勝ってことでいいよね。いいわけないのです。おや、アルファさんにデルタさんじゃないですか。今年も参加しに来てくださったんですね。あなたは去年の。でも残念、今年は私たち見学なの。なるほどなるほど。そういうことでしたらアルファさんたちにはぜひ実況と解説をお願いしたいのですが、どうでしょうか。前回の成績上位のお二人に引き受けていただけたら盛り上がること間違いなしかと。私は構わないわ。実況するからには
肩入れしないようにしなくちゃいけないわね。実況？解説？それでメス猫をギャフンと言わせられるのです？新刊さん、本人もこんな感じだし諦めた方がいいよ。バカ犬に実況解説なんて無理無理。何よ、実況も解説もデルタに任せるのです。おお、ありがとうございます。では実況のお二人は私についてきてください。出場希望の方は受付お急ぎくださいね。それじゃあ私たちは行くわ。二人とも頑張ってね。もちろんです。まあそれなりに張り切ってみようかな。あのゼータが張り切るだなんて、やっぱり優勝を狙ってるのね。でもゼータ、私絶対に負けないから。え、イプシロンと競うつもりはないけど。それって眼中にないってこと？優勝して心持ちを手に入れるのは私なんだから。そういうのじゃないんだけど、まあいっか。やる気を出してくれた方が私も都合がいいしね。さあ今年も新年早々やってまいりました、大伊勢アスロン。いえ、大伊勢アスロン会。まずは実況解説にお越しくださいました前回の成績上位2名をご紹介。アルファさんとデルタさんです。前回優勝のアルファよ、よろしくお願いするわ。準優勝のデルタなのです。今年は大幅リニューアルし、さらにハードになった大伊勢アスロン会。あまたの荒行を乗り越えながらゴールする多人数参加型長距離レースとなっております。どんな難関が待ち構えているのか楽しみであり不安でもあるわね。ちなみにコースアウトは即脱落、妨害にトラップ何でもありの過酷ルールですよ。それくらいじゃないと面白くないのです。なお今回の優勝賞品は心持ちとなっております。その他成績上位者にも豪華賞品をご用意してますので頑張ってくださいね。優勝以外なんて考えられないわ。私が目指すのは心持ちだけ。獣人の参加が多いみたいだけれど、デルタほどの身体能力を持つ参加者なんていないでしょうし、やっぱり警戒すべきはゼータのみね。さっきの余裕な感じを見るに何か企んでてもおかしくないわ。それでは参加者の皆さん、スタート位置へお願いします。ついにスタートね。心持ちを手に入れて主様の視線を独り占めする。思った以上の人だね。私たちの敵じゃないだろうけど。ええ、あなたにも絶対に負けないわ。おお、燃えてる燃えてる。その調子でイプシロンには頑張ってもらわないと。あ、ずいぶん余裕じゃない。上等よ、絶対に勝ってやる。あら、イプシロンたらずいぶんやる気になってるみたいね。競い合うのも時にはいいものね。メス猫はいつも通りムカつくのです。皆さん準備はよろしいですか？それでは位置について、よーいスタート。おりゃー、いいスタートを切ったのはイプシロン選手。でも飛ばしすぎじゃないかしら。この先には荒行が待っているはずだけど。スタートダッシュは決めたけど、今のところただのマラソンね。聞いてた話と違うわ。ぼーっとしてるなら置いてくよ。わあ、ちょっと待ちなさいよ。考えていても仕方ないわね。とにかくゴールを目指して走るしか。って何この音。やっぱりただのマラソンってわけにはいかないか。イプシロンも急いだ方がいいよ、あれに巻き込まれるから。あれって
はあ、何なのよあの玉。やばいぞ、こっちに転がってくる。引かれる、こっち来るな。これが第一種目みたいだ。イプシロン、気をつけてね。ええ、人の心配してないで、ゼータも気を引き締めなさい。ただ走るだけの種目が多いぜアスロン界にあるだろうか。いや、そんなわけがありません。最初の荒行は落とし玉。襲い来る無数の大玉を避けながらゴールへたどり着くことはできるのか。あらあら、油断していた参加者たちが次々にコースアウトしていくわね。スタート早々波乱の展開だ。わしはもうここまでじゃ。お前たち、勇気を胸に進むことを恐れるでないぞ。お師匠、そんな、一緒にゴールしましょう。先輩、大玉がもうあんな近くまで。早く逃げなきゃ巻き添えに。うわー、お師匠。何やってるのかしら、あれ。次々と大玉に吹き飛ばされる参加者たち、どうやって逃げ切れるというのでしょうか。ここでアルファさんたちのご意見を伺ってみたいと思います。この第一種目、いかがでしょうか。興味深いわね。もともとは大玉を転がして厄を払うという意味があるらしいけど、どうすればこんな荒々しいことになるのかしら。デルタ、あなたならこのお年玉どう攻略する。全部ぶっ壊しちゃえばいいのです。さすがは前回優勝と準優勝のお二人、考察が冴え渡っています。ふふん、考察も任せるのです。デルタのは何も考えてないパワープレイだと思うけど、とにかく今はこの荒行に集中しましょう。こんなのかわしながら進めばいいだけ。あのエルフなかなかやるな。それになんて美しいんだ。そうでしょ、この服でも美しく見えるように緻密な計算の上で持っているもの。どう、この自然な揺れ。心持ちを手に入れなくても天然に勝っちゃったりして。 おい見ろよあれ。え、はいはい、邪魔邪魔、お先に失礼するよ。なんでゆったり歩いてるのに弾が当たらないんだ。やっぱりあなたね、ゼータ。軌道を読みながら悠々と避けている。 いえ、まるで弾がゼータを避けているみたい。 いえ、注目すべきはそれよりも。おっと、危ない危ない、ちょっと軌道を読み違えたかな。あくまで自然かつ大胆なあの揺れ、あまり注目してこなかったけど、ゼータもなかなかの天然ってわけね。ベータに及ばずとはいえ、私の敵には違いない。えっ、なんだあのエルフの威圧感は。道を開けろ、じゃないと俺たちがエルフにやられちまう。天然に遅れを取ることは私のプライドが許さないわ。待ってなさいゼータ、トップの座はこのイプシロンのものよ。お、さすがイプシロン、やっぱりそう来なくっちゃ。でもそんなに心持ちが食べたいのかな。今日のイプシロンはなんだか気合が違うのです。その勢いでメス猫をぶっ飛ばせ。あの子は根っからの負けず嫌いだものね。心に火がついているのがよくわかるわ。この大会楽しくなりそうね。首位を独占していたゼータ選手、ここでイプシロン選手に追いつかれることに。勝負の行方は果たしてどうなるのでしょうか。早くも白熱してまいりました大伊勢アスロン会。先頭は次の荒行へと差し掛かっております。ここからが第2種目目、
どんな荒行が行く手を阻むのか、それをどう攻略するのか、見どころはたくさんね。次は何が始まるのです？殴り合いとか？実況解説のお二人も気になる次の種目は、その名もメンコシューッとなっております。メンコ、確かカードのようなものよね。投げつけて他のメンコをひっくり返すのだったかしら。その通り。ここでは落ちているメンコを5枚ひっくり返して先へ進めるというものです。なんか急に地味なのです。直球ですね。大伊勢アスロンにしてはおとなしいわね。でもひっくり返すテクニック、投げるフォーム、参加者の個性が出て楽しそうだわ。そう、そういうことです。さすがアルファさん、盛り上げ上手ですね。ええ、ありがとう。5枚ひっくり返せばいいね。本当にそれだけなのかしら。なるほど、つまりはコントロールがものを言う荒行ってことね。この勝負、私のためにあるようなものじゃない。ゼータ、やらないの？さっきから動く気配ないけど。お構いなく。こういうのは釣りと同じで見極めが肝心だからね。よくわからないけど、それなら遠慮なく行くわよ。それタン！なおっと、イプシロン選手の投げつけたメンコが凄まじいコントロールで飛んでいく。次々にひっくり返す。すごい、すごいペースです。さすがはイプシロンね。力に頼らず完璧なフォームと精度で戦っている。見事な技だわ。眠くなってきたのです。デルタさん、もう少しやる気を出していただいても。この勢いで5枚目。何よこれ、最初からやり直し。イプシロン選手がひっくり返したのはハズレのメンコだった。取ったメンコは地面に置き直し、1枚目からやり直しです。そんな理不尽な。5枚連続で的中させる運試しも兼ねた荒行、みんな苦戦しているようね。やり直しか、やっとひっくり返せたと思ったのに。一体どこに当たりのメンコがあるってんだ。あちこちから参加者の悲鳴が聞こえております。どうなるメンコシュート、ここから誰が抜け出すのでしょうか。このままじゃ先へ進めねえ。お前はこのメンコを持って先へ進め。でもこれを先輩が死に物狂いでひっくり返した。行けって言ったら行くんだよ。俺の分まで頼んだぜ先輩。この人たち本当に何なのよ。冗談じゃないわ。でもさっき取ったメンコの戻した位置は覚えてる。あれを狙えば。あ、それもーらい。ゼータ選手、まさかの横取りです。イプシロン選手、狙いのメンコを取られてしまった。油断大敵、ありがたくもらっていくよ。もしかして最初に動かなかったのはこのため。観察は得意なものでね。ルール違反はしてないんだし悪く思わないでよ。じゃ5枚集まったからお先に。やってくれるじゃない。いえ、感情に飲まれてはダメ。どの面孔をひっくり返すべきか冷静に見極めるのよ。おや、イプシロン選手何やら固まっています。ゼータ選手に面孔を奪われたことがそれほどショックだったのでしょうか。なんか空気が変わったのです。ええ、あれはとてつもない集中力ね。やり直しの札はそれほど長い時間持たないはず。
ということは、やり直しと当たりの面子では付着した魔力の量に微妙な差が生じる。私の魔力探知でその違いを見抜いてみせる。見えた。当たりの面子はこれ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 、あとはこれ。なんということだ。イプシロン選手、一切の迷いなく当たりの札を5枚ひっくり返してみせた。旗から見れば運がいいだけに見えるけど、そうじゃない。彼女の実力が成した技でしょうね。面子面白そうなのです。デルタもやりたい。デルタさんをもやる気にさせた神業に会場全体が揺れております。これからの展開にも目が離せません。待ってなさいゼータ、すぐに追いついてみせるんだから。イプシロンは何をしてるのです。ちっともメス猫に追いつかないのです。こうなったらデルタが邪魔して。お座り。はい、なのです。そろそろレースも大詰めね。最後はどんな荒行なのかしら。よくぞ聞いてくれました。最後の荒行は餅つきです。餅のような見た目の巨大スライムやそのお供を掛け声とともにキネで倒していただくという内容になります。おお、面白そうで美味しそうなのです。ちなみに掛け声はぺったんこです。ちゃんと声に出さないと失格になりますからね。なんですって。誰がぺったんこよ。誰がとは、餅つきの定番の掛け声ですよ。あ、そうよね。そう、これは餅のこと。決して誰かの体型を揶揄する言葉ではない。落ち着きなさいイプシロン。よし、それじゃあぺったんこ。お供を倒し始めるイプシロン選手、しかし小さい、とても小さいです。は？何が小さいですって。いや、掛け声のことですが。うらー、ぺったんこ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 。イプシロン選手、またも急に動きが止まってしまいました。これはメンコシュートのような神業が見られるのか。残念だけどそうじゃないみたい。何か悔しがっているようだけれど、なぜ。イプシロン、動くのです。このままじゃメス猫わかっちゃう。最悪、本当に最悪。どうせ本当の私はぺったんこ、この胸は偽物よ。でもその分努力もしてきた。それでもやっぱり天然にはかなわないの。こんな気持ちになるならいっそ。あんた危ない。え、うわ、あなた私をかばって。巨大スライムなんて怖いよな。足がすくんで当然だよ。なんかかばわれたけど誰。でも師匠と先輩のおかげで分かったんだ。何が立ちふさがろうと前に進むことが大事なんだって。だから無茶でも何でもこいつに戦いを挑む。何度でも。怖くても無茶な挑戦でも挑む。そうよ、この体を手に入れるまで何度も心が折れかけた。それでも私は前に進み続けていたはず。あの時の私の挑戦、こんなところで無駄にはしたくない。はあ、ぺったんこ。イプシロン選手、完全復活。すごい勢いで走り出した。また一皮むけたみたい。
まだまだ成長中ね。なんか感化されちゃったけど、結局あの茶番は何だったのかしら。ぺったんこぺったんこぺったんこ。他の参加者たちをごぼう抜きしてイプシロン選手が先頭集団に追いついた。しかしここには巨大スライムが待ち構えている。それほど凶暴でも危険でもなさそうだけど、あの餅のような体少し厄介そうね。軽く引っかいただけじゃ倒せなさそうなのです。こいつなかなか面倒そうね。さてどう攻めるか。お、イプシロンだ。待ってたよ。もしかして私と協力体制で行こうと思ってた？それもあるかな。それもって、まあいいわ。今は手を組んでこいつを倒しましょう。うん、そうしよっか。さて来るよ。ふ、案外あっけなかったわね。ま、私とゼータが手を組んだらこうなるか。そういうこと。待ってた甲斐があったよ。それだけじゃないけど。それさっきからどういう。まあまあ、それより今はゴールしなきゃ。せっかくスライムを倒したのに横取りされちゃうよ。ええ、ゼータ分かってるわね。ここからは正真正銘一騎打ちよ。分かってるって。置いてかれないでよ。イプシロン選手、ゼータ選手、走り出しました。大伊勢アスロン会の優勝者が今決しようとしています。二人とも頑張って。イプシロンやっちまえなのです。さすがゼータ、早い。このままじゃ優勝が、心持ちが。わー、足がつった。おっと、ゼータ選手にアクシデント発生。ゴールを目前に失速していきます。なんなの。でも譲ってもらえるなら。対するイプシロン選手の足は止まらない。そのままゴール。優勝はイプシロン選手です。あー、いったたたた。遅れてゼータ選手がゴールしました。ゼータ選手2位入賞となります。まさかの幕切れね。わざと転んだようにも見えたけど。わいわい、メス猫が負けたのです。ギャフンと言ってるのです。順位が決まったところで表彰式に移りましょう。今回は実況解説のお二人から商品の授与がされますよ。お見逃しなく。さて、今年の大伊勢アスロン会を制したのはイプシロン選手、準優勝はゼータ選手。表彰台へどうぞ。ねえ、どうして手を抜いたりしたの？ん？とぼけないで。ゴールの直前、足なんてつってないでしょ。私に勝たせるためにわざとやったの。まあ、人には人の目的ってものがあるんだよ。私は1位が目的じゃなかったってだけ。二人ともおめでとう。見事だったわ。はい、商品の贈呈よ。優勝のイプシロンは心持ち、メス猫はゴールデンイワシなのです。これが心持ち。確かに気品と美しさがあふれ。お？ゴールデンイワシ？ゼータ、もしかして。そう、私が欲しかったのは準優勝のこれ。幻の魚って言われてて、美容によし、味もよしで最高らしい。ふぅ、チラシを見て急にやる気を出したのはそういうことだったのね。心持ちに夢中で全く気づかなかったわ。そんなに珍しい魚が準優勝の商品だったなんて。美容にもいいなんて気になるわね。ちょっと惜しいことしたかしら。
帰ったら早速日干しにしなきゃ。絶対おいしいやつ。まあいいか、私は心持ちを手に入れたんだし。うーん、やっぱりデルタも出たかったのです。そしたらデルタが一番だったのに。確かに二人を見ていたら私も体を動かしたくなってきたわね。この後はエキシビジョンマッチデスハゴイタを開催します。出場ご希望の方は中央広場へお越しください。おお、デスハゴイタ、アルファ様、勝負なのです。ええ、相手しましょう。ただし容赦はしないわよ。どんと恋なのです。イプシロンたちも参加するかしら。意外と戦略性があって楽しいわよ。いや、私はさすがに疲れたので。私もいいや、早くゴールデンイワシを調理したいし。あら、そう。じゃあ行きましょう、デルタ。さてと、私たちはそろそろ帰りましょうか。早いところ心持ちの研究をしなくっちゃ。魅惑のボディはすぐそこ。ほんと、何に使うつもりなんだか。主、どう？ゴールデンイワシの干物は。うまい。油の乗りが最高。それはよかった。神社まで行って頑張った甲斐があるよ。メス猫ばっかり褒められてずるいのです。そんなに羨ましいなら自分で釣ってくれば。いや、バカ犬にそんなことできないか。釣りくらいできるのです。今から行ってくる。そこまでよ。正月早々あなたたちと来たら。うん、だってこのメス猫が。喧嘩を売ってきたのはバカ犬だけどね。今日くらいは穏やかに過ごすこと。いいわね。もちろんなのです。わかったよ。この圧、アルファが一番穏やかじゃないんだよな。主様、見てください、今日の私どうです。心持ちの研究によってさらなる高みへ至ったスライムボディの威力は。おお。見入ってる見入ってる。イプシロン、腕をさらに上げたな。魔力の調節を微妙に変えてさらにそれっぽくなった。緻密という彼女の方向性をもう一段階レベルアップさせていると言っても過言じゃない。努力に対してはしっかり評価しなきゃね。いつにも増してすごいね。これからも自分のスタイルを磨いていくといいよ。主様に褒められた。このパーフェクトボディを。主様、私これからも頑張りますね。泣くほど努力したんだね。